はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。これはですね、7月31日、今日ですね16時22分ですから、今から2時間ちょっと前に出た日本経済新聞の記事でございまして、投資まで中国外し広がる、インドベトナムに流入ということでございまして、世界のマネーが新興国投資の軸足を中国から移している。せやろ、海外からの株式への資金流入規模は中国を除いたアジア新興国が中国を6年ぶりに上回った。6年ぶりって6年前何があったん？2017年。チャイナショックと言われたのは2015年と16年なんですね。その時一時的に減ったんでしょうかね。投資対象で中国を除くファンドの設定は最速ペースだ。あかん、中国入れんとファンド作ろうっていう設定やってるわけですね。経済回復の不透明感だけでなく、米国との対立など地政学リスクも意識されるというか、それが一番でしょう。世の中ね、今の地球上でね、アメリカ的に回したらあかんねん。アメリカだけは敵に回したらあかんねん。ほんまに一番敵に回したらあかんのがアメリカなんですね。虎の尾を踏んでしまいましたね、中国ということでございます。アメリカを敵に回した中国に投資するのは危険ということですね。インドやベトナムが代替投資先として注目されている。まあそうなりましょうね。インド、ベトナムでしょ。インドネシアもこれから入ってくるんちゃうんかなという気がしますね。で、あとはどうでしょうね。マレーシア。マレーシアも高いんですけどね。そこそこ人件費が。で、あとはですね、ビルマが良かったんですけどね。ビルマ、軍がクーデターを起こしたでしょ。これでね、また一気に遠のいたんですよ。ビルマってね、なんていうかこう、ものすごいポテンシャルあるんですけどね、そんなにこう、発展を願っていないところがあるんですよ。隣のタイはですね、外資いっぱい入ってきて、えらい発展してるんですけど、それを横目で見てるビルマはですね、全然ちゃうやんという感じですね。未だに、なんて言いますか、こう発展途上国という感じが、濃厚に漂っている感じがします。米ゴールドマンサックスがまとめたデータによると、中国を除くアジア新興国株には海外からに…てん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 、読めへんね、読めへんね、ここから有料じゃないと。もうせめて元のね10本読めるのに時代に戻してほしいわ、ほんまに。これなんやろ、有料になるのっていくらなん？なんかこうこれに引っ張られて、あれやんか、有料にこう、あ、月額4277円か。読みたいわ、ほんまに。無料期間終了後から課金が発生します。すでに無料体験済みの場合、解約から1年以内は適用されませんって。読みたいわ、ほんまに。前は我慢しよう。まあ書いてあることは大体想像できるんですけどね。はい、何よりもね、アメリカがね、今ね、その中国に対してこう、中国に対する投資なんかもってのほかという感じになってきていますね。普通の観光客でさえですね、渡航先を再考せよというふうにアメリカの国務省は勧告をしてるんですよ。つまり中国国内に入ったらですね、何かの容疑で逮捕されると、逮捕されたらですね、もう救いようがないと、いうことですね。だから行くのは考えろと言ってるわけですね。そういうところに投資をするというのはですね、ものすごく地政学リスクが高いということなんですね。それでね、もうね、ある程度分かってることもあるわけですよ。それはね、アメリカの軍の偉い人がですね、
太平洋軍司令官とかそういう人ですね、の偉い人がですね、2027年までに台湾有事はあるやろというふうにこう予測をしたわけですね。で、まあ、それが一番有名な予測なんですけど、名前忘れましたけど2027年って4年先でしょ、わずか、で台湾有事あったらどうなるかというとですね、これアメリカやヨーロッパ、日本がですね、中国に対して何らかの経済制裁をせざるを得ないはずなんですね。黙って見ているということはありえないし、でアメリカの場合はね、経済制裁だけでなくアメリカ軍を出してですね、台湾と一緒に戦うなんていうこともあり得るんですよ。あり得るんですよ。その場合中国国内にいるアメリカ人どうなんのとそういうことですねどうなの、もうそうだったらですね、そんな中国が、中国みたいな国がね、紳士的に振る舞うなんて、もうこんなもんこう1ミリも考えたらアウトですよ。もう何でもやりますよ、あの国は。だって国際ルール今でさえ守ってないでしょ。平時でも守ってないのに戦時になったらもうどうするかってアメリカ人なんか全員人質ですよ。で、その場合ね、アメリカと、ね、中国がドンパチする場合はですね、アメリカ軍は日本の基地から出ていくんですね、まあ、全部ではないにしろ多くのアメリカ軍は日本の基地から出ていくわけであって、例えば沖縄のカデナから飛び立ったですね、米軍機がですね、台湾の近郊でですね、何かの作戦行動を取るなんてことはあるわけですよ。台湾の近海でですね、あるいは台湾本土の上空 でそうなった時に中国はですね、の日本もグルやろお前って言って、出撃したカデナ基地に対してミサイルを撃ち込んでくる可能性があるんです。あるんです。普天間もあるんです。せやし早い転生って言うてるんですよ。あいつらほんま沖縄の連中ってね、アホですね、ほんまに。まあまあ、沖縄の人聞いてるんでね、言いたくはないですけど、あんなね、ジェリーなんたらたら選んでですね、普天間の移転が遅れたわけであって、もしかしたらね、普天間の住宅の方って外れたミサイルが当たるかもしれないですよ。ほんまに早い移転急いだら、北のなんでもないところですよ、海の真ん中に作った米軍基地にミサイルが飛んでくるだけで、いやだからね、あのアホのおっさんをね、2機もね当選させたと。だから沖縄の人は悪いんですよ。あなたたちがですね、当選させる境にですね、何年か先に沖縄の向こうの市民が死ななあかんことになるかもしれないんですよ。あのアホのおっさんをあの変なおっさんを知事にしたおかげで、まあそれは置いといて、でそうなるとですね、中国にいる日本人もみんな人質なんですよ。10万人13万とも言われますけど、まあやすやすとは返してくれないでしょうね。もうだからね、あかんねん今中国は。行ったらあかんねん、ほんまに10万人もいるってね、アホちゃうかと思うんですよ。みんな帰ってこいよ早うと。で27年までと言っただけでね、来年始まるかも分からないんですよ。だからそんなところにまず人は行けないでしょ本来だから。でもちろんだからアメリカの目ざといですね、ファンド連中もですね、まあ、中国かあんなところにアセット置いといたらいつパーになるやわからんと思ってるわけですよ。今だから中国に行ってる資産をどん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 引き上げてですね新たな投資は金は送らんようにしてるわけですよね。だからそれに気づいた中国も必死でこう引き止めようとしてるわけですよ、あの手この手で。で新たなですね、ボンクラな投資をいっぱい呼び込もうとしてるわけですよ、ね、またアホな日本人とか言ってんねそれにほんまにもう知らんだよほんまにもうこれなんていうか悲惨なね引き上げになる可能性がありますよ。その1945年の敗戦の再来みたいになる可能性がある。まあ金を失うのはね、まあ、しゃあないとしてね、人間が帰ってこれない10万人もう抑留されたらどうなんのと話ですよ。いやあの国何でもやりますよ。もうあの国がねこう近代国家やと思ったらあかんのですよ。古代国家ですよ中国は。古代国家に共産党というですね独裁機能がついてるというだけの話であってですね、国際ルールなんかですね守ろうという気はさらさらないんですよ。条約を結んでもそれが都合悪ければもうそれを守ろうとする気もさらさらないんですよ。そういう国なんですよ。
だからね、もう今までいい時代もあったかも分かりませんけども、これからね、習近平のおっさんがあれボスでいる限りにおいてそういう時代に戻るということはありえないですからね。だからお金も人も引き上げましょうというのが今のですね、一番の対応策ではないかなと思います。このですね、日経新聞のアドレスを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。